はい、こんにちは。今回は2024年の埼玉医科大学の数学、あと英語と物理のね、対策法について紹介していきたいと思います。まずはですね、ちょっと英語と物理の、えー、先生からのアドバイスを聞きたいと思います。まず、英語の平山誠先生からです。埼玉医大の最大の特徴は、相互数の多さ。文法も読解もじっくり考えたらアウト即断即決で回答し続けよということだそうです。 はい。続いて、物理の飯泉先生からもいただきました。45分で消耗数が31と、スピードが必要で、時間内での満点はあり得ない。取者選択をしっかりしていくこと。選択肢を見れば、面倒な問題かどうかわかるので、参考にしてください。だそうです。はい。飯泉先生、ありがとうございました。はい。英語も、物理も共通しているのは、とにかくスピードが必要な入試であるということですよね。さあ、 これを踏まえて、ちょっと数学の話をしていこうと思います。では、数学はどうかというとですね、えー、コロナ禍の土作さんに紛れて、試験時間が50分と短くなり、50分で大問4個。うち、正問が1つというのをこなすことになっています。で、この正問は、えー、1つの中に2つ入っている感じです。はい。どんな問題か、一応軽く見てみましょうか。はい。こちらが正問集合の2問でした。1番、2次関数の最大最小。2番が、まあなんか図形の問題。これね、 一番の二次関数。まあまあ難しいんですよ。カッ二番の千葉メネラルスの問題は簡単なんだけどね。だから見かければ簡単と思っても手を出してみたら、うっ、これ難しいじゃんってことがあり得るので、そういう時にちゃんと容赦なく飛ばすこと。えい、次行こうっていうふうにできること。これがね、重要な力となります。で、解答形式はマークなんだけども注意が必要です。どういう注意が必要かというと、 例えば、多くの大学や共通テストが採用しているのは、ax2 乗と書いてあったときに、a は1桁の整数だ、もしくは符号が入る。でも、記述で書かない書き方はしないぞってことで、この時に1なんかが入ったりはしなかったんですけど、埼玉医大は2020年にこれで1を埋めるといったこともありました。なので、他の大学のマークの仕方とはちょっと違うんだなということは意識しておくといいと思います。 で、とにかく量が多くて全部溶き切るのは難しい、そんな埼玉以来なんですけども、例年の一時の合格最低点は6割前後です。なので55、55%だとちょっと届かないんですよね。多評価で挽回しなきゃいけなくなります。なので、溶けるところをとにかく取って、なんとか6割を死するつもりで頑張っていただきたいなという感じです。そして、 昔はね、いわゆる時短術、えー、ズル公式というものが使える問題がすごく多かったんですけど、この3年全くないと言ってもいいぐらいになっています。ですので、とにかく取れるものを取る、もう迷った瞬間に飛ばして次に行くという意識で進めていただきたいですね。はい。そして品質の分野については、微積、ベクトル、確率の3つです。微積に関しては数2も数3もどちらもあります。 えとにかく取れるところを取るんだよということを意識してやっていただきたいですね。はい。ちなみにちょっと触れたいことがあるので、今回の確率の問題見てみます。さあ、今回これね、2023年の埼玉の確率の問題なんですけども、4枚のコインを同時に投げまして、表が出たコインの枚数を数えることを4回繰り返しました。でね、4回の全てで表が出るコインの枚数が2以上。これ、点がないからね、解釈実は2つあって、4回の全てで 表が出るコインの枚数が2以上になる確率。こう考えると、括弧の4乗という形になるから、こちらが正解と思われるんですけども、4回の全てで表が出るというコインが2以上と見て、つまり、4回全て表になったよねという枚数が2以上と捉えたとしても、文章を読み取れてしまうんですよね。 だからこれはちょっと二通りの考え方ができるので、問題としてはちょっとよろしくないんじゃないかなと思います。で、そういったものも入ってくることが考えられるので、とにかく分かるところを取って、止まったら飛ばす、止まったら飛ばす。で、二周三周して、なんとか6割の得点を稼ぐ入試なんだなというつもりで解いてもらった方がいいかなと思います。ということでアドバイスを送ってきました。とにかく量をどうやってこなしていくかが全てです。 怪しいところは飛ばすこの精神で1点でも多くもぎ取ってきてくださいね。こんな感じで高瀬も三分子しながら応援してます。ははははい。ということで最後の最後まで諦めずに努力した人がお医者さんになれる医学部に合格すると私は信じてます。皆さんもぜひ頑張ってくださいね。それじゃあ終わりにします。他の大学の解説もぜひ聞いてくださいね。ではまたお会いしましょう。バイバイ。